베이비 버스. 하이, ここ登録してね。参加者の皆さんにお知らせします。6号館では運動競技が、9号館では発明コンテストが行われる予定です。時間を確認して遅れないように入場してください。運動競技で絶対に一番になってやる。一等は俺だ。力だけは強いからな。早く早く、遅れちゃダメだよ。発明コンテストは9号館でやるって言ってたよね。あ、9号館、ここで発明コンテストをやるんだな。一番は僕のものさ。競技が間もなく始まります。一番目の種目は棒高跳びです。選手の皆さんは準備してください。よーい。あー、ちょっと待ってください。ちょっと待って。競技始め。よし。やった。降伏しろ。すごい、最高だ。棒高跳びだって、これは絶対に僕の発明品をテストしようとしてるんだ。高跳びならいい手がある。ジャンピングシューズ、ジャンピングシューズ。実力を見せてやる。はい。これは僕が作ったジャンピングシューズ。これを履けばとっても高く飛べるんだ。えい。後ろに行くなよ。もう一回。行くぞ。うわ、どこに行ったんだ。ハロー、僕はここだよ。こんなはずじゃ。優勝者はキキ。次の種目は砲丸投げです。10メートル。どうだ、参ったか。これ式のことでまだ手はある。あ、これは僕が発明した手首のサポーター。磁石機能があって、弾き飛ばしたり引き寄せたりするんだ。引き寄せろ。いけ。20メートル、新記録です。引きの勝ち。次は重量上げです。しんどい、やってられん。俺が相手だ。簡単さ、これを受けてみろ。ふふっ、これは僕が発明した手袋。これをはめると力が20倍も強くなるんだ。よし。バーベルだけじゃなく、カバさんも一緒に持ち上げられるさ。今日の優勝者はキキ。わあ、
最高の運動選手だって？発明家の賞じゃなかったの？ジャンピングシューズ、磁石手首サポーター、スーパー手袋。僕がもらいたいのは発明家の賞なのに。どうしよう、手首サポーターの引き寄せ機能が作動しちゃった。ダメ、引き寄せるな。発明家、ちびっこ発明家でしょ。ここが9号館だったのか。あ、僕ドーナツ大好きなんだ。私もよ。あれ、ドーナツが一つ少なくなってる。ここに足跡が残ってるわ。あ、ここにドーナツのクズもある。誰かがドーナツをこっそり食べたみたい。ちびっこ探偵に変身してドーナツ泥棒を見つけましょう。うん、ベビーバス変身、ちびっこ探偵になーれ。お盆のドーナツが一つ足りない。一体誰がドーナツを取ったんだ。君か。私じゃない。それじゃ誰だ。僕はちびっこ探偵。ドーナツ泥棒を見つけてみせるわ。ちびっこ探偵、探偵帽子、虫眼鏡持って手がかり探す。虫眼鏡でよく見て探そう。あっち見てこっち見て、おっこれは何。不思議な虫眼鏡、手がかり見つけた。あとって一歩一歩を見つけた。お盆のドーナツが一つ足りない。一体誰がドーナツを取ったんだ。君か。僕じゃない。それじゃ誰だ。足跡が庭に向かってるわ。ちびっこ探偵、探偵帽子、望遠鏡で手がかり探す。確かおじさんです。私がお盆のドーナツを食べちゃったんだ。どうして私だと分かったんだい。たくさんの手がかりを見つけたからですよ。いろんな手がかりからおじさんだって分かったんです。わあ、君たちは立派なちびっこ探偵だね。わあ、やったー。イエイイエイ。
夜のパーティーで食べるケーキを作ってるのよ。ケーキ、ケーキ、パンパン、今すぐケーキ食べたい。まだ食べれないわよ。みんなが来るまで待っててね。あなたたちは先に遊べたらいいわ。1、2、3、4、5。ケーキ5個。1、2、3、4。あら、飾りが1個足りないわ。
しいハンバーガーに決めた。私はおいしいフライドポテト、カラッと揚げていい匂い、おいしいポテト選んでね、香ばしいポテトはいかが。フライドポテト一番好き。私ポテトに決めた。私は美味しいオレンジジュース、新鮮でとっても甘酸っぱい、美味しいジュース選んでね、オレンジジュースはいかが。オレンジジュースも一つ。美味しいものがいっぱい。みんな一緒に踊ろうよ。さあ踊ろう、10個のドーナツくるりと回って、ドーナツ一個、チョコレートニポちゃん。九個、さあ踊ろ、九個のドーナツくるりと回って、ドーナツ一個、チョコレートニポちゃん。八個、さあ踊ろ、八個のドーナツくるりと回って、ドーナツ一個、チョコレートニポちゃん。七個、さあ踊ろ、七個のドーナツちゃん。6個、さあ踊ろう、6個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートニポちゃん。5個、さあ踊ろう、5個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートニポちゃん。4個、さあ踊ろう、4個のドーナツくるりと、ドーナツ1個、チョコレートニポちゃん。3個、さあ踊ろう、3個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートニポちゃん。2個、さあ踊ろう、2個のドーナツくるりと回って、ドーナツ1個、チョコレートニポちゃん。あれ、みんなの顔どうしたの？これを見て、美味しそうなハンバーガーだよ。うわー、いい匂い。1、2、3、4、5。ハンバーガー5個出来上がり。このハンバーガー高くちゃん、一個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててシャンプーはダメ。四個のハンバーガー高くちゃん、一個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。
のハンバーガー高くジャンプ。1個のハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。このハンバーガー高くジャンプ。ひっこのハンバーガー転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。ひっこのハンバーガー高くジャンプ。最後の一個が転んだよ。コックさんプンプン怒ったよ。おとなしく立っててジャンプはダメ。もっとジャンプしよう。うわぁ、おいしいものがいっぱいある。とってもおいしい。あ、面白い。あら、何か入ってる。あ、こっちもそうだよ。あ、面白い面白い。パパ、ヒミがまたいたずらする。実はこれは自由アイデア料理なんだ。自由アイデア料理？ほら、見てごらん。これはお菓子ヨーグルト、これはペロペロキャンディーヨーグルト。そしてこれは、わたあめヨーグルト。自由アイデア料理って面白い。自由アイデア料理は他にもたくさんある。うわ、僕も作りたいです。私もです。いいとも。ちびっこコックさん、おいしい料理を作る準備はできたかな？できました。おいしいピザ作ろう。チーズとソーセージを乗せて、黄色キャンディーを入れればきっとおいしいわ。やみ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 楽しみ、大きなピザできた。おいしいハンバーガー作ろう。お肉とレタスを乗せて、ケチャップを入れればきっとおいしいはず。やみ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 楽しみ、おいしいハンバーガーできた。あ、辛い。口から火が出そう。あたし辛いハンバーガーは嫌。あ、これコチュジャンだったのか。おいしいアイスクリーム作ろう。カリカリお菓子のトッピング、レモン汁をかければとってもおいしいと思う。やみ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 楽しみ、冷たいアイスクリームできた。あ、レモン汁の入れすぎだよ。僕酸っぱいアイスクリームは嫌だな。おいしいリンゴジュース作ろう。シャリシャリリンゴを入れて、あ、これは何？少し入れてみよう。やみ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 楽しみ、甘いリンゴジュースできた。いやー、なんだこの味は。ミミ、さっき何を入れたんだい？緑色のフルーツよ。これは苦売りだよ。苦売り？あ、とっても苦い。今日は特別な日よ。うん、みんなで秘密のパーティーを準備するつもりよ。牛のお母さん、おはようございます。
おはよう。牛乳一瓶ください。ありがとうございます。ママ、他に何を買うの？あ、卵、小麦粉。あ、へへへ、よっしゃ。おはようございます。うわ、ずいぶんいっぱい買いましたね。おはよう。だって今日は特別な日だもの。私たち秘密でケーキを作るつもりよ。ケーキ？ええ、キキとミュウミュウも一緒に作らない？はい、一緒にケーキ作ろう。卵、砂糖、ミルク、小麦粉、混ぜて混ぜてシャカシャカ混ぜよ。甘い甘いケーキ作り、やった。生地は型にオーブンに入れて、焼こう焼こう、おいしく焼こう。甘い甘いケーキ作り、やった。うわ、いい匂い。次は生クリームを絞ろう。ありがとう。あれ？いや、とても素敵なケーキだな。今日はミミのお父さんのお誕生日だったんだね。素敵なパーティーを準備してくれてありがとう。